鶴見駅は神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。当駅周辺地区は横浜市における主要な生活拠点に指定されている。列車の運行上、当駅は重要なジャンクションである。乗り入れている路線は旅客営業を行っていない路線を含めると、線路名称上は東海道本線、鶴見線、武蔵野線、 南部線の4度線である。そのうち東海道本線を東駅の所属線とし、また、鶴見線と武蔵野線は東駅が起点となっている。東海道本線に関しては、本線の他に4つの支線が分岐している。このうち、旅客駅に停車するのは、東海道本線の電車線で運行される、京浜東北線と鶴見線の電車のみであり、東海道線の名称は、 旅客案内では使用されていない。また、特定特殊内制度における横浜市内に属する。以下の各路線は旅客用ホームは設置されていないが、当駅を運転上の接続駅としており、品、鶴船以外は基本的に貨物列車専用である。なお、当駅から新鶴見信号上管は品、鶴線・武蔵野線・知って短絡線の三重所属区間となっており、 この三路線の線路は新鶴見信号上項内で分岐している。東海道本線については、本線と品、鶴線の分岐点となっているため、品、鶴線の新川崎駅から本線の川崎駅、蒲田駅方面に向かう場合の旅客運賃は、当駅接続で計算される。ただし、品、鶴線を走行する旅客列車は当駅に停車しないため、 当駅から新川崎方面に行く旅客は、一旦横浜駅まで行って戻る必要がある。この場合、運賃は当駅から横浜駅までの往復分を加算しないという特例がある。鶴見駅、羽沢横浜国大駅間の駅間キロほどは8.8キロメートルで、これは首都圏の電車特定区間内では最長である。横浜市や鶴見区では、相鉄、 JR 直通線の整備などに合わせ、当駅への中距離列車ホーム新設を JR 側に働きかけている。鶴見駅から分岐する JR 路線京浜東北線は、島式ホーム1面2線の地上駅、鶴見線はその西側にある東端式ホーム2面2線の高架駅である。京浜東北線ホームの東側には、ホーム側から順に、 東海道線旅客列車線の上下線、東海道貨物線の上り線、着発線3本、東海道貨物線下り線があり、いずれもホームは設けられていない。武蔵野南線、東海道線列車線、横須賀線を経由する臨時旅客列車、ホリデー快速鎌倉号は当駅で運転停車し、ホームのない線路で乗務員が交代して、 貨物線と東海道線列車線間の点線を行う。なお、東海道線と横須賀線間の点線は、戸塚駅で行っている。京浜東北線と鶴見線の間には、中間改札口が設けられているが、これは鶴見線が当初鶴見銀行鉄道の路線であった名残である。この結果、鶴見線利用者は多くが当駅を経由するため、 1971年に鶴見線の当駅以外の駅を無人化し、改札業務を当駅で集約する合理化に役立っている。そのため、浜川崎駅の南部支線側を除き鶴見線の各駅は当駅が管理している。緑の窓口、自動改札機が設置されている。また、京浜東北線ホームには改札内コンコースとを結ぶエスカレーターとエレベーターも設置されている。 トイレは改札内コンコースに設置されているが、鶴見線の中間改札内には設置されていない。京浜東北線は朝夕ラッシュ時に当駅始発の電車があり、新しい安市寄りの引上げ線2線を使って折り返す。折り返し列車は事故、各種トラブルや大雨、落雷などによる輸送障害でダイヤが乱れた場合にも臨時で設定されることもある。鶴見線は、 主に3番線を使用し、4番線は朝ラッシュ時のみ使用する。また、車両の夜間留置が設定されている。京浜東北線ホームでは、東洋メディアリンクス、鶴見線ホームでは、定築政策の発車メロディを使用している。鶴見駅周辺の鉄道配線略図を表示するには、右の、表示をクリックしてください。かつては東口に、駅ビル、鶴見仮眠が営業していたが、 2008年9月30日をもって閉店となり、南隣の敷地と合わせて再開発が行われた。2010年に先行して建設が進んでいた南側にシークレインが開業。2012年11月1日にシアルツルミンが開業した。2019年度の1日平均乗車人員は8794人である。JR 東日本管内の駅では、 水道橋駅に次いで第56位だった。近年の推移は、下表の通り、以下の路線バスが運行されている。西口、鶴見駅西口停留所及び、鶴見駅入口停留所が設置されており、川崎鶴見臨港バス、横浜市営バスの路線が発着する。なお、1.2番乗り場は、バスロータリー以外の京急ストア横に、11番乗り場は、 バスロータリー以外の豊岡商店街場に設置されている。東口東口バスターミナルと京急鶴見駅を鶴見駅側から望む川崎鶴見臨港バス、横浜市営バスの路線が発着し、停留所名は川崎鶴見臨港バスが鶴見駅東口、横浜市営バスが鶴見駅前である。注釈出店。ありがとうございます。